はい、こんにちは。前に詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は9手です。考えてみてくださいと。まあ、上から打つか下から打つかと。まあ、上から打つでも、なんか、うまそうなんですけど、まあ、仮に、まあ、こう逃げられても困っちゃいますし、これ、合わせて打っても、重たくなっていくばっかりだし、まあ、仮にこう逃げたら、まあ、ここが塞がってれば、こんなかっこいい手もあるんだけど、両王手なんで、同玉で、まあ、ここが塞がってればこれで詰むんですけども、まあこう逃げられちゃうんで、まあ上からはなさそうとなれば下から、まあ普通銀が先ですか。でもこれはもう低いってて、でまあこの後せっかく角を残したんだから、こっからの角打ちを見せたいと。まあこれも同玉、逃げればもう簡単なんで同玉の一手で、でまあ今すぐは桂が効いてるんで、まあ手にした香車があるんで、でまあこれ合駒はまあもちろん2二角打ちでこれで詰んでるんで、同桂の一手で、大駒は離してと。これでまあ、1二玉の一手で、まあ最後はどっちでも2二になって積み上がりということになります。ということで、詰め手順を確認すると、初手が2二銀、1二玉、1一銀なり、同じく玉、1三香、同じく桂、3三角、1二玉、2二飛車成までの9手詰めとなります。では以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますので、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。